皆さんまとめにかかりました。スリックデモンストレーターの田原英一です。今日ご紹介しますのは、新しくなったカーボンマスターシリーズの中から3段モデルパイプ系が 25mm ということで、本命中の本命、カーボンマスターの733をご紹介いたします。スリックのカーボン三脚はライトカーボンシリーズ、どちらかというとお手頃価格を目指した製品と、今回、リニューアルしました性能機能にこだわって作ったカーボンマスターシリーズの2つのラインナップがありますが、カーボンマスターシリーズは8シリーズパイプ径 28mm のものを標準的なモデルとずっとしてきました。でも、まあ、カメラ機材の軽量化、あるいは使うカメラがそれほど高画素じゃない場合は、どちらかというと持ち歩く軽さを重視したかったりですとか、それとよりも例えばお求めやすい価格を重視したかったりといったことがありますので、今回のカーボンマスターシリーズ4モデルではパイプが一回り細い 25mm パイプのモデルを一般的なモデル、そしてパイプが一回り太い 28mm のモデルを高画素対応モデルということで分けて考えています。で、今回の733、タイプが 25mm で3段のモデルなんですが、畳んで 70cm、まあ、長さは一昔前のグランドマスター中型三脚とそれほど変わらない大きさに来ましたけども、伸ばすとどうでしょうか。ナット式の3段です。もうこのカーボンマスターシリーズ共通のナットを半回転してスッと伸びる、そしてパイプもクロスパターンカーボンということで、強度アップということで非常に使いやすいということも考えられているわけですけども、これ前足ですね。前足は名前が入っているらしい。これを前について広げるとどうでしょう。はい、エレベーターを上げなくてもほぼ 1.5m ほど私のアイレベルにカメラを構えることができますね。今回のカーボンマスターシリーズはパイプが太くても細くても雲台は全て同じ SH806NS ですから、高精度タイプの 3way 雲台、上下左右横位置縦位置がそれぞれ個別に決められて、しかも精密に構図ができる。カメラの取り付けはダブルナット式、銀色のネジを先に回してカメラ底にネジをこういうふうに入れていって、はい、今入りましたけど、この銀色のネジ、これが入っていって、これを締め終わった後動かなくなったら、まだカメラがまだぐらついてますけども、ここで黒い径が大きいナットを締めるというダブルナット式を採用しています。そのためにカメラがしっかり固定ができるというところなんですね。はい、今カメラを固定しましたけども、ここからエレベーターを上げていきますとどうでしょう。はい、前高が 1.8m、 私の背丈を超えたところにカメラがセットできるということになりますね。今度は足を縮めていって、開脚ストッパー、ハライチ6式のストッパーを下げて下げて下げて、こう広げますとどうでしょう。はい、足がこのようにローポジションにセットできます。メーカーによってはここのね、開脚ストッパーを押しながらこう動かさなきゃいけないみたいなことがあるかもしれませんけども、それってすごく力をかけないと足を広げたりできませんけども、スリックの場合はこのハライチ6式、ボタンがここにあって押し込めば、あとはパイプの先端を持ってこう動かせます。テコの原理が働きますから、軽い力で動かせるというところがポイントなんですね。カーボンマスター733をローポジションにセットしました。地面からカメラを乗せるカメラ台までの高さが 36cm、 ここまで低くセットできます。花の撮影や昆虫の撮影、低い位置でセットしたい時ももちろんバッチリというわけなんですね。このカーボンマスター733ですが、三脚全体の重さは 2190g、 十分軽いんではないかなと思います。まあ、ライトカーボンシリーズと比べて少し雲台を頑張ってる分重くなるという感じはありますが、それでも高精度の雲台を装備している足のパイプも新しいクロスパターンカーボンということで、魅力が大幅にアップしていると思います。ぜひカーボンマスター733、店頭で触ってみてご検討ください。